ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 大将です。大将でございます、はい、今日はカレンウェブさん、はい、9つの性格タイプが分かるをもとにですね、うんうん、成長するためにシリーズ、うんうん、シリーズ、はい、タイプ4、うん、特徴としましては、うん、密度の濃いドラマチックな人生を望む、うん、究極の理想主義者で、うん、ありふれた生活を拒否し、極端な感情や行動に魅力を感じる。ドキドキするような毎日を楽しみ、ありきたりでないものや芸術的なもの、深い意味のあるものをどこからでも見つけ出そうとするとあります。このタイプ4の人、とらわれが羨望、要は人が羨ましいと思う、私よりも人の方がみたいな感覚についとらわれがち、うんうん、でしなくてもいい妄想、悪い妄想を作り上げて引きこもってしまう、うんうん、疲れますよねと。でもそんな自分が好きだったりする。裏腹に裏腹に、まあ、うん、でも疲れませんかと、うん、疲れますよきっと、はい、で正しい方向に進みませんかっていうところで、うんうんうん、タイプ4が成長するために心がけること、うん、1、空想の世界から現実に戻るために体を動かしなさい、うん、1、感情が高ぶってきたらその感情を初めて感じた時へ遡って思い出してみなさい。今感じていることと違っているかもしれないから、うん、1、あなたがないものねだりをしていることに気づきなさい、うん、今目の前にあるものを前向きに評価することを覚えなさい、うん、1、あなたが捨てられたのは過去のことで、うん、これからは避けられなくはないことを覚えておきなさい、うん、1、毎日の生活の中から楽しめるものを見つけなさい。1、ありふれた日常生活を見直して楽しみなさい。平凡な日常に特別なものを見つける努力をしなさい。1、自分が特別だと感じたり自己陶酔するのは捨てられることへの恐怖感を隠すためだと認めなさい。自分にとってではなく他人にとって何が重要かを考えなさい。1、激しい感情に襲われた時に日常生活を放り出してしまわないこと、あなたのためになることを最後までやり遂げなさい。1、あなたは激しい感情を抱くことで自分が特別で正しい存在だと思っているはずだ、うん、このことに気づいて態度に出す前にじっくりと考えなさい、うん、1、あなたが苦しんでいることを他人のせいにするために皮肉を言ったり怒ったりしていることに気づきなさい、うん、自分の責任じゃないと人を非難していることにも気づきなさい。1、あなたが嫉妬している他人の長所をあなたの中に見つけなさい。1、あなたの完全主義と他人の心の痛みに過度に巻き込まれることなく相手に同情できる才能に自信を持ちなさい、と書いてあります、はい、でございます、はい。タイプ4、うん、やっぱり今読みながら、まあ、私がねいかんせん、うん、タイプ6なので、うんうん、あまりこのタイプ4のことを心の底から理解していないっていうのはありながらも、うん、まあ思ったのは、うん、その捨てられたっていうのも人によっては捨てられてない。いや同じことをされても、うんうん、捨てられたって感じるのか、うん、で捨てられたのでも感じないですからね、そもそも感じますっていうのはこの、うん、愛は必要ないっていうって感じるタイプ9と、うんうん、また私は、うん、その認められるために一生懸命なので、うんうん、捨てられたって多分思うことができないんですよね。あ、これは捨てられてないんだ、うん、っていう、うん、でまたそう
思わないように何か制御してるはずなんです。なんでこの大変だなってタイプ4思うんですけども、それは本当に捨てられたんですかっていうことと、まあ今そういう今自身ご自身がタイプ4だという方は、この捨てられたっていうのは過去のことだと。で今のあなたはもう自分で考えることができるから、これからはそういったこともそうじゃないっていうふうに考えることができるよっていう、過去の出来事は過去の出来事なんですよねって。そうですよね。過去に捨てられたっていうのは何か分かんないですけど、振られたとかだとしても、例えば振られたとした時に、過去に振られたからといってこれから振られるわけではないっていうところじゃないですか。過去に振られたから私には価値がないって思うのが多分タイプ4っぽい発想。全然そんなことない。そう過去に振られたっていう経験があったとしちゃって価値がないとは全く関係ないよっていう、でそれにとらわれて行動できなかったりするってことですよね。でそうですね、そこであもう自分はどうせダメなんだって言ってしまわないでねっていう話ですよね。そうで、まあ、ここにあったその自分が特別だって自己陶酔するのは、それは捨てられること、捨てられないようにするためのポーズだっていうことを認めて、この自分がじゃなくて、タイプ4の健全の方向はタイプ1、他人にとって何ができるか、矢印を外に向けるっていうことで、このタイプ4の素晴らしい面がこの社会にも それが還元できるというかを覚えておいてください。あとはちょっとピンときたのは、あなたが知っている他人の長所は実はあなたの中にもあるのではないか。要はあの人のあんな長所羨ましい、羨望ですよね、羨望、どうせ私なんて、ちょっと待ってと、なんか同じもの持ってませんかって、でそれを同じものを持ってるのに勝手にこれを劣っているって決めつけて、どうせ私なんてってなるのはなってんじゃないかっていう、そこにピンとこないですかっていう話ですね。多分あると思いますよね。あると思うとか、よくあるのはこうすごい人を見て、私は劣ってるみたいな、ちょっとそれタイプ6的にあるあるなんですけど、この例えば学校で行くと、数学がすごいできる人を見て、私は劣ってる、英語すごいできる人を見て私は劣ってるみたいな、でそのそれぞれの得意な人を見たらそれは劣ってますよねみたいな状況に陥るじゃないですか。全ての教科で全部が優れていないと劣ってるにはまり込んでしまうってなると、そこの本で書かれている究極の理想主義者っていうのは、そんなところにもあるのかもしれないですね。全て私は全ての面で、それは能力高い人はどこの世界にもいますからね。どこの世界にもいるんで、もう本当にその世界でナンバーワンぐらいにならないといやそれは厳しい無理じゃないですか。ってなると、このタイプ4に心を寄せると、それは大変ですね。それは大変ですよ。生きていけないじゃないですか生きていけないとは、要は、なんて言うんでしょう、全てにおいて能力が高い人がいて、私はその長所を持っていないってなるわけですよね。大変ですよね、これ。大変ですよ。だから多分唯一無二みたいなところを目指すんじゃないですか。個性的、こっち側みたいな、比較できない、比較対象のないこう自分ならではの個性みたいな。でももちろんそれもいいですし、比較なんてせずにやりたいと思ったら別にその長所を持ってるものを磨けばいいじゃんって話ですよね。そう別にこう、数学の世界のナンバーワンの人よりも劣ってるって言っても、自分が得意だったら一般的には優れてたりする可能性は、ナンバーワンって何かって話ですよ。そうナンバーワンって何かって、
あるのかって話ですよね。うんうんうん、でまあ別にナンバーワンである必要もない、はい、ないって言うとあれかもしれないけど。であとまあここに書かれている、うん、そのあなたの完全主義と他人の心の痛みに過度に巻き込まれることなく相手に同情できる才能、うんうん、なんでこの優しいというか多分自分が恵まれてないって思ってるので、はい、同じように恵まれてない人恵まれてないみたいな、まあ、落ち込んでる人落ち込んでる人を見ると分かるよって気持ちになるんじゃないですか。ああその気持ち分かるってあっていうのは多分この健全度が落ちてもその部分はあるんでしょうね、うん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 、あのタイプ6健全度が落ちると人を物のように扱うっていう、うん、あみたいなタイプ3の面が出てくるのでお前近寄ってくんなってタイプ6はなってしまいがちなんですがタイプ4はそういう時でも人の痛みを分かることができるっていうのは自信を持っていいよっていう話ですね、うんうんうん、なるほど過度に分かってるんですよ。大げさに自分の痛みを知ってるみたいなことじゃないですか。あ、要は、うん、悪意ある言い方が言い方そんな悪意はないですよ。あ、これはまた私のあれなんですかね。そう得意のあのなんか例えばなんか他のタイプの人から見たらそんなこと大したことじゃないじゃんって思うようなことでも世の人はこう悩みがちになってしまう。僕ね、うん、私よく自分の言動が、うんうん、多分人を傷つけるんでしょうね。ちょいちょいいろんなシーンで無視されるっていうのがあるので、あっていう私みたいなこのなんて言うんでしょう、無神経なことは言わないんでしょうね。人の感情機微にそうがとても同情できる、ちょっとしたことで、はい、そうちょっとしたことで傷つくタイプなので、はい、傷ついてる人の気持ちがすごくわかるみたいなところじゃないですか。それはね、自信を持っていいよ。自信を持っていい、うん、そうだから優しくなれるタイプなんですか、はい、それは自信を持っていい、うん、僕が優しくなるのは自分のためですから、うん、自分のため私が優しいのは自分のためです、うん、っていうことじゃないって話ですもんね。そう、はい、だから日頃自分が傷ついてるから、まあ、傷ついてるからって言っても傷ついたら思ってるだけですからね、世の人で僕はその発言を言い方ってちょっと思うんですよね、はい、思ってるだけなんですよ、うん、ちょっとね今面白い、はい、このエニアグラム劇場タイプ4の人はいないんですけどこの場に、あ今タイプ4の人が入ってきました。入ってきました、はい、なるほど、うん、自信を持って生きていいって話ですね、うん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 、でタイプ4の統合の方向はタイプ 1矢印を外に向ける、うん、そうするとまあなんか自分の理想がより現実的になるよって話ですね、うんうんうん、面白いですね、はいはい、いかがでしょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。